ゼッケン113番は松田徹初段、114番が松澤雅史三段であります。あの選手は非常に蹴り技がうまいし突き技がうまいですよ。松田選手ははい、113番の選手ですね。振り持ってますね、はい、これは余裕を持って相手に対しております。蹴りが早いですよね。はい、そうですね。回し蹴り引っ掛け、ああ連続技出てきますね。はい、場内からも大きな拍手、非常に綺麗に技が回転してまいります。やはりこういうものを場内のお客様見てもらってるわけですよね。突きもいい突き持ってるんですよ、はい、あ一発二発左から右、もう一回右に行きました。あれ今の左右ですね、あのまま高く蹴ったらもうパチッと決まるんですよね。早い蹴りです、うん、今度は右から蹴りから突きに入っていくと、あ突きから蹴りに入っていくと綺麗に決まる試合ですね、これは、はい、右の下突き当てて左から大きく左の回し蹴り、はい、おっと早いですね。早いですね。往年の、まあ、2、3年前の大吉大吾選手のね、はい、蹴りがこういう蹴りだったんですよ。あそうですか、それをホーストさせますか、まあ、今まで見た選手の中では早いでしょ、はい、タイの選手とそれからこの選手という感じがしますね。足の綺麗さ、速さ、まあ、タイの選手は両方右左からのオープンからのね、回し蹴りでしたけれども、この人は非常に速いまっすぐの回し蹴りもあります、突きから蹴り、あまりあれしてるといけないですね。こう大まかな試合にならない、ならない方がいいんですよね。あまり相手を飲みすぎちゃってるから。なるほど。きちっと決まるんですけども。はい、ああいうふうになっちゃうんですよね。ね、はい、終わっちゃいました。終わりました。こういう試合はどうも早いんですね。そうですね。はい、決まる試合なんですけども、松田選手もあんまり飲みすぎちゃって。はい、ご覧のようにもちろん判定は白が4本、そして主審も白。絶対試合ですね。そうですね、非常に速くて綺麗な試合でした。松田徹初段の判定勝ちであります。